今回何をやるかというとですね、お題ワードをバレずに何回言えるかネザーチャレンジをやってもらいます。ガチャになんかお題のね言葉が入ってるんで、まずガチャをみんなに引いてもらいますと、ね、そのガチャで引いた言葉をみんなにはネザーチャレンジやってる間にできる限り多く使わなきゃいけません。例えばガチャで木材とか引いたら、ネザーチャレンジやってる間に木材木材木材ってできるだけ多く言えってことです。ガチャで引いた言葉は他人にバレてはいけません。人がガチャで引いたワードを、お前これだろって調整する権利が3回あります。脱落条件は、ガチャで引いた言葉が1人バレて、もしくは、他人のワードを当てにかかって3回発。勝利条件は、人より多く、お題のワードをバレずに言う。回数は自分で数えてください。ルール分かりましたかね？はい、分かりました。お題ワードをたくさん使ってください。バレちゃいけません。3回外しちゃいけません。以上。うんうんうん、はい、行きまーす。指定のお題ワード何回言えるかネザーチャレンジ、用意スタート。はい、でん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 、始まるよ。まずこの原木を取る。まずは原木を取ろう。まずは木材を取ろう。原木が大事。まず木材しよう。アカシアでしょ、やっぱアカシアの木が大事。アカシア知らないだろ。マジで木材、いや、木材しか買ったん。アカシア知らない。柔らさが止まってないんだよな。 A レベルだよね。なんかもうブツブツ言うと思う。そう、ずっと誰かさ、アカシアの木じゃない、アカシアの木。アカシアの木が取りたいんだよね。絶対これ罠だろ。え、でもアカシアってやっぱりさ、アカシア、山田さんの NG ワードじゃなくて言ったらいいワードは、いや、ダークオーク、ダークオーク、白樺。違いまーす。なるほどね。じゃあ、分かった。俺、名探偵来ちゃったよ、これ。お、あれ、逆に、山田、お前の NG お題ワードは、ノットアカシア。アカシアだ。あー、違いまーす。はい。はい、2つ潰れたよ。お前、もったいないやりやすくね。アホ、無限なんだよな、選択肢。ごめんさんとそんなやりやすくなった。はい。はい。おい、ブース、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 おい、待って、ブース。あれ、ブース、あれ、おっと、あれ、じゃあそうちゃん、そうだ、あれ、何そうそう、何言うてんの。いや、ということで、じゃあもう早く、てかネザー行かなかんねんな。確かに。どうやって行くんや。あー、やばいな。ネザーチャレだからね。山田くん、ゆうまくんについていきます。山田くん、何、お前の NG ワードは鉄だ。おっと、あ、お題ワード、はい、いいの、あと1個使って。いいよ、めっちゃ使うやん。確かに。はい、やったやばのさ、やりすぎた、やりすぎたな、今のは。今ね、ぬめっと鉄がーとか言ってるから、うわ、この言い方それっぽっ、それっぽーと思って。っていうかさ、もう今さ、いっぱい準備しててさ、その鉄ってお題だからさ、こうみんなにこう好きなアニメキャラクター何って聞いて、鉄って。あー、それおもろかったな。うわ、それやってくれよ。確かに。いや、やりたかったら、こんな早くぬめって終わるとはさ。確かに。いやるし、こういうもんだからな。そうなんだよね。やりすぎたわ。あ、コモクいた。コモクン、コモクン見てこれ。汗きたまった。何だろうな、なんかもう。一鶴橋。ほんまに俺こいつと絡みたくないんだけど。そうちゃん、そうちゃん、君、今、ピッケルじゃなくて鶴橋ってわざわざ言ったね。あ、お、名探偵これ。名探偵か。流れてる BGM。どう待って、えぐい、え、あのな、あの、何やったっけ、ネザーのさ、残りカスあんねんけど。残りカス、俺さ、俺またチャレンジしていいっすか。はい、いいっすよ。俺チャレンジしていいっすか。俺、小麦の NG ワードネザーだと思うんだよね、普通に。ちょっと思う、うん、どうでしょう。ドゥルドゥ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 ン。違います。あ、違った、マジか。すごい、な、結構ちゃんとネザーって言ってる印象が。外せねえぞ、もう。え、もう俺使えないじゃん、やば。もう使えない。強調して言ってた気がしたけどな。え、これは九死に一生。本当に意識してなかったね。じゃあネザーだったらやばかったんだ。うん、やばかった。ドキドキ。あー、ネザーゲート。え、あ、残りカス、残りカス、よいしょ。本当だ。え、でもダイヤピッケルも作れないし、溶岩もないし、はい、ゴミ、はい、ゴミですね。洞窟もないっていうか、そもそも。え、待って、全然洞窟ないんだけど。すごい場所にあるね。勝
ち洞窟ねえのやべえな、どうしよう。でもゆうまくんこのネザーゲートめちゃめちゃすぐできそうじゃない。いや本当にこいつはなんだ、ないから知識がねえわ。こいつなんか変なのあるだけだけど、いや誰かちょっと近いな。一回も勝ってないから。うわ、1回で口数が減る。おい、そうちゃん勝負しようぜ。マグマ、マグマ、マグマ。でも一番マグマ、マグマ。いや、鉄あれ、鉄、鉄。まあ確かにね、鉄鉱石。やめろやめろ、鉄って言うな。待って、ここ覚えとかないとダメだ。アカシアトラップで2人持ってきたのはでかい。これが鉱石やから。まあ確かに。ちょっとバケツ作らんといけなくなっちゃったな。どうしよう。バケツ、そうちゃんに問題です。はい、バケツで救えるものは何でしょう。人の命。水。あ、ピッケル壊れた。あ、かぶったじもう。はい、あ、こんな大したこと言ってなかったボコボコや。ボコなんか。え、俺そうちゃん言っていいかな。いや、はい、かけない、かけ。どうぞ。そうちゃんの言ったらポイントもらえるやつは水。うんこ、うんこ、バツです。なんやね、著書類ね。あいつガチうんこなんじゃない。いや、うんこだと思う。なんかうんこなってしてきたな。確かに10ポイントくらい入ってる。なんかゲーマスっていうところから考えよう。そうなんですよね。あ、確かにね。うんこ大好きじゃん。うんことか入れがちだから、うんこの可能性は十分ある。え、めっちゃありそうじゃない。あ、鉄あった。やった、バケツ作れる。俺でもまだ2回言えるもんな。もういっちゃうぞこれ。いや、マスティ俺も勝負しとこうかな。一、うん、人ぐらいは本当にネザーいそうなんだよな。まあ確かに。まあそうね、ネザー関係ね。ガウルス勝負します。お、はい、お、ゆうまくんのお題はネザー。違います。あ、タイヤ。はい、これはうんこだわ。そうちゃん的にさ、失う、うん、今回勝てるの誰が勝つと思う、この企画。おー、この企画、え、どうなんだろう。でも僕はないと思うな。自信だ。なるほど。だな。いや、でもそう思う。意見が一致した。難しい使いどころが。そういう。意外と。じゃあ最下位は誰？最下位は山田さんじゃないの？確かに。それはそうだ。間違いない。お前が正しい。なんでそんな自信がないとか言うのに。だって山田知ってるから。山田さんに勝ってる時点でもう勝ってんの。そうだ、そうだ、最下位ないんだ。あ、うざなんか、半年この顔に負けんの。いや、いや、お前だろ。いや、でも、もう早く、今言わないと、ゆうまくんがネザー入る。そうだよ、もう一応、もう一応。俺まだ一回言える。やばい、あーって言って、言う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 。早く行って、誰か。ゆうまくん、ゆうまくん、じゃあ、ゆうまくん言います。あんたはバケツ、と、言う。違います。うわっ、なんだった。思ったやばすぎやろ、あいつやばいって。よし、ゲートできたぞ。あ、じゃあすごい、みんなゲートは作ったね。あ、もう何、もうみんな入る、みんなそうそう入る準備してる。え、コンクン何回ぐらいやってるそれ。俺今12回。おお、あ、結構いってんだな。これガチ、これガチ。こんな言ってるんだ。いや、なんなら、いや、めっちゃヒント出しちゃうけど、うん、もっとみんなやったらもっとうまいこと使うんじゃないかなって思う。俺が下手なだけで、ちょっとこれは、ね、もっと簡単やな、お題は。なるほど。じゃあ俺もそろそろ入っちゃおうかな。火打ち石、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 火打ち石。これで本当にやったらやばいよ。ハルさん、ハルさん、ハルさん、はい、何、何、ハルさんのお題は火打ち石。それだったらやばくない。はい、違います。かかったらバカめ。こいつ言うてんやん。かかったらバカめ。かかるでやつやばいわ。めっちゃ、みんな言ってなかったじゃん今まで。みんな一回だからもう最後言いまくって入って。あー、心理戦。魚魚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 。あと2分10。え、これずっと俺言ったらこっちやん。あ、待って。あ、確かに。あ、まあ、これ。あ、本当だ。やばすぎやわ。血管だ。まあまあ。はい。さすがにな。じゃあ、お題ワードと回数を発表してもらおうかな。まずい。どういう順番から。脱落したのは山田だけ。うん。まあ、山田はね、鉄でした。はい。マジかよ。ゆうまくんから。僕からですかね。入った順に行くか。はい、オッケー。今暫定1位やもんな。僕のお題ワードは
溶岩でした。多分10回から12回ぐらいです。うん、なるほど。はい、11回間を取って11回。はい、11回溶岩って言いました。うわー、なるほどな。なるほど。僕のお題は山田でーす。あー、あら、山田。その発想ないわ。これは難しいわ。むずい。そう。で、最後までで7回でしたね、俺は。おー。で、最後のネザー入るときに8回言って15回でした。稼ぎやった。それ、つえ。稼いだな。稼いだな。ではこれ。じゃあ次が俺か。うん、そうだね。いやいや、ハルティ。まあ、最後までの段階で10回とかでした。もう。あ、てか、お題先だね。僕のお題、ピッケルです。なんと。ブーストかかってるわ。うわなんとこれブーストやってる。で最後僕10回だったんですけど、ブーストで23回っす。はい、えぐいやろ。あの間に13回ピッケルって言ったわ。本当にだからピッケルだったんか。やっぱり本当にピッケルです。まあまあまあ、言い過ぎだな。次僕です、ね、いや小麦わかんないよ、ま、僕のお題はやばいです。気になる回数は16回。いや、めっちゃ言ってる。おーおお、ブーストなし。ブーストなし。確かに一回言ったぐらいやな。チートなしで、それはすごいわ。そう確かに。ってことはでもハルティにはかなわんかったので、優勝じゃないのこれ。はい、ザコはい、ザコはい、ザコなんでなんで優勝じゃないのこれ。なんで最後に追い上げ見してきやがった。おかしいな。まあ、俺のやっぱ技術力が勝ったでということでいや俺あん時言ったよかった、全員入った時。確かに、やばい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 。確かに、やばいよやばい。俺小麦だったら、俺最後小麦残ったら2分間ずっとやばいやばいやばいって言ったけど優しさ出ちゃった。優しさ出ちゃったね。優しさすぎた。ほら、優しさない人たちが1位と3位にいるだろう。ほんとだ。これも作戦ですからね。作戦です。